というわけで本日はこちらフジテレビ湾岸スタジオにやってまいりました。というわけで本日は収録ということで、私自身3、4年ぶりぐらいのテレビ収録だっていうことで、めっちゃ緊張しておりますけども、果たしてどんな感じになるんでしょうか。それでは今日も張り切ってガーガー。いや天気良すぎる。おかじゃねえか。あ、あれ、お久しぶりです。どうだ、平子さん。今日久々のテレビ収録ですね。何年ぶりですか。めったにないですよ、こんなチャンス。どうですか。やっちゃえ、かましてやりましょう。おー、パンツ。いや、誰もいなくなった。はい、というわけで収録終わりましたけれども、はい、お疲れした。いかがだったでしょうか。いやー、受けたな。いやー、まさかあんなエピソードであそこまで跳ねるなんてな。いやー、受けた受けた。いや全然だ。いやいや、お前受けただ。泣かなくていいだろ。いやいやいや、跳ねたね。いやいやいや、厳しい。フルーツ小話、いや、あれが厳しかったら俺なんてどうなるんだよ。いや、でもよかったじゃない。まあまあね、喋れただけでも、まあ、使われてるかどうかも、ね、いや絶対使われるよ。あれはいい感じだったね。あ、いい思い出になりました。いや、思い出ってもうやめるの前提になってる。やめです。ねえ、やめなさそうだな、あの感じだったらね。はい、下山にもはいハマってたし、いい感じであの告知になってたんじゃない、ライブの。いや、ちょうどね、ライブの前に放送ある予定なんで、うん、ねえ。というわけで、はい、収録に行ってみたという動画でございました。ありがとうございました。いや、だからお前泣かなくていいだろ。